いつもごひいきにありがとうございます。今回はリクエストをいただきました機関車トーマスよりディーゼルとバルジーのモノマネというお話、最後までどうぞお付き合いよろしくお願いいたします。てん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 、機関車たちの操車場に新しいディーゼル車がやってきた。その新人はゴロゴロ言いながらみんなのそばへ行った。よろしく。ディーゼルは油っぽいゴロゴロした声で挨拶をした。会えて嬉しいよ。あちらはジェームス、ヘンリーにゴードンだね。こんな有名な機関車たちに出会えるなんて光栄だよ。ディーゼルはダックの後をゴロゴロ言いながらついてきた。君の尊敬するトップさんは？トップハム、ハット兄だよ。ん？ダックが言い直すとディーゼルはムッとした。君の尊敬するトムハムハット卿は俺たちディーゼル社にもっと勉強しろって言うが、そいつは間違ってるね。俺たちディーゼル機関車は優秀なんだ。なんだって知ってるし、なんだってできる。俺がこの操車場に来たのもここをもっと良くするためなんだ。そんなに優秀なら僕の貨車を集めてくれるかい？僕の貨車はこっちだよ。わかってるさ、そんなこと。ディーゼルは間違った貨車を無理やり押したり引いたりして大きくうなり声を上げた。そこでダックが現れた。ディーゼル、ご苦労さん、僕はもう行くよ。え、この貨車はいらないのか？いらないよ。なんだって？こんなに苦労したのにどうしてもっと早く言ってくれなかったんだ？だって君は何でも知ってるっていうし、それにあんなに楽しそうに仕事をしていたじゃないか。それじゃ。その片隅で赤い二階建てバスのバルジーはウキウキしていた。ありがとうございます。最高のバスになってみせます。バルジー、ここに何しに来たの？修理してもらうんだ。道路に復帰するんだよ。俺はたくさんのお客さんを乗せるんだ。農家の人が野菜を売るのに困ってるわ。野菜のバスか、悪くないね。また次の日、ディーゼルは元気いっぱいで現れた。おはよう。起きろよパーシー、早く働け。あの油っぽいゴロゴロした臭い声はなんとあのディーゼルではないか。泥が臭くない。君たちが忙しいからってトップハムハット卿に頼まれたんだよ。また会えて嬉しいだろう。さて、この厄介な貨車ども動かさなくちゃな。え、どこへ動かすの？どこへって、ここからあそこへさ、そしてまたあそこからここへさ。ディーゼルはゴロゴロした臭い声でそう言うと、うるさい、これ見よがしに貨車へぶつかっていった。うるさいじゃなくて、そりゃ、生まれ変わって出直してこい。このお話の出演はディーゼル、バルジー、特別出演としてウイグル国長、ローズ、三島平八、そしてドドンガでした。もうドドンガ、バイ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 。